今回は、ことぶき屋さんで新しく開始されたシリーズ、アルカナビア、ルミティアをパチ組レビューしていきます。デザインや造形、可愛さ、どれをとってもトップレベルのキットでした。特に、足の造形が素晴らしいです。最後までごゆっくりお楽しみください。マンキチプラモチャンネル。エンゲージ。皆様、こんにちは。マンキチプラモチャンネルにようこそ。決して気が触れたわけではありませんよ。最近、このチャンネルの略称を考えていたら、どう頑張っても放送禁止ギリギリな感じになってしまうので、ほんのちょっと悩んでいる今日この頃です。今回は、ちょっと今更感ありますが、ウィドウの制作が落ち着きましたので、アルカナディア、ルミティアをレビューしていきたいと思います。アルカナディアは、ことぶき屋さんの新シリーズということもあり、パッケージがかなり気合が入っていますね。店頭販売もされていたようですが、行きつけの店では陳列されるところを見る間もなく売り切れてしまっていたようです。パッケージにゴールドが使われているので、高級感があります。箱だけで数百円のコストがかかっていそうですね。このパッケージのクオリティで限定版とかではなく、通常版なので、かなり気合が入ったシリーズであることが伺えますね。それでは開封していきます。内容物を並べてみました。箱は結構大きかったですが、ランナー数は普通くらいですね。これなら1日もあれば余裕で組み立てられるのではないでしょうか。やっぱり気になるのは、この翼のパーツがあるランナーですよね。翼のパーツに厚ぼったい印象はなく、かなりシャープに立体化されているんじゃないでしょうか。モールドも細かいですし、とても綺麗なパーツですね。カメラ越しだとわかりづらいですが、粒子が練り込まれているみたいで、パールっぽい質感になっています。翼があるランナー以外は、普通のホワイトです。髪の毛にもすごいパーツがありました。この造形すごくないですか？毛先がめちゃくちゃ立体的に造形されています。この金型を作った職人さんに脱帽ですね。ちなみにランナーにはアルカナディアの文字があります。女神デバイスやフレームアームズガールもここってシリーズ名でしたっけ？表情パーツは4種類付属。めちゃ革です。相変わらずクオリティが高いです。他社キットと比べても、担保印刷の技術は、ことぶき屋さんがかなりリードしてますよね。ちょっと面白いパーツを見つけました。パーツが斜めに成形されています。斜めにしないと成形できなかったのか、斜めにした方が成形しやすかったのか、なかなか不思議なパーツですね。その他にも、塗装済みのパーツが付属するのですが、もし全塗装するとなると、このパーツは塗り分け難易度が結構高いですね。もはや、このまま使ってもいいんじゃないか、全塗装する意味あるのかという気さえしてきます。付属する台座も、オリジナリティがあっていいですね。台座のデザインは、アルカナディア共通なのか、ルミティアオリジナルなのか、これから楽しみです。キットを保持するアームがしっかりした、太いものになっていることも、個人的にポイント高いですね。説明書のデザインは箱絵と同じですが、とても豪華に感じますね。それに、なんとなく一昔前にプレイしまくっていた、大人向けゲームのデザインを連想させます。という設定みたいです。興味がある方は、停止してご覧ください。総裁少女庭園シリーズは、中身もこだわっていたりするのですが、アルカナディアシリーズは、一般的な感じですね。カラーガイドは、ちょっと丁寧になった気がします。こちらも興味がある方は、停止してご覧ください。それでは作っていきましょう。このランナーが気になりすぎるので、まず翼から作っていこうと思います。使うパーツは2つだけですが、
かなり立体感がありますよね。合わせ目ができないように工夫されているので、処理は楽そうですね。こちらは、翼の根元側になる手羽元ですが、合わせ目ができてしまいますね。合わせ目が目立たない場所もあるので、消すのはこの部分だけで良さそうです。これで肩翼が完成しました。生物的なデザインを見事に表現していると思います。プラスチックとは思えませんね。可動軸もあって、結構フレキシブルに稼働します。髪の毛のパーツ構成はかなりこだわりを感じました。髪の毛のパーツってそこまで分割されているイメージってないのですが、ルミティアはかなり分割されています。この襟足見てください。複数のパーツで表現されていて、造形してやるという執念が感じられます。あと刺さって痛いです。耳が別パーツ化されているので、耳の有無はお好みで選択できるようです。可愛さ、造形、組み立ての新鮮さ、どれをとっても文句なしの顔です。まだ手足は作っていない状態ですが、これはこれで美しいですね。手乗り文鳥みたい。ででーん。ルミティア、完成しました。めっちゃ可愛いですね。正直、デザインも造形も可愛さも、何をとっても素晴らしいキットなのではないでしょうか。2022年現時点までで発売されてきた美少女プラモデルの中で、間違いなくトップレベルのキットだと思います。それに、完全新規造形のキットなので、作っていても新鮮で楽しかったです。組み立て時間としては、3から5時間といったところでしょうか。ランナー数はそこまででしたが、細かいパーツが多かったので、パーツ数はそれなりに多いキットだと思います。また、少しだけ気になったことといえば、個体差かもしれませんが、関節が硬いところが多かったですね。頭部の羽飾りを取った時にできる穴を埋めるパーツがあるのもポイントが高いですね。この表情が結構お気に入りです。個人的にとても感動したのが足の造形の美しさなんですよね。見事な脚線美を表現していると思います。プラモデルということもあり、稼働の都合でメカメカしさが出てしまいがちな膝関節ですが、かなり自然な造形になっていると思います。特に、膝とくるぶしの造形の美しさと細かさ、めちゃ感動します。正直、ずっと見ていられます。女神デバイスとかに比べると、若干可動域が狭いかなと思いますが、ポージングする上では全く支障はないので、そこまで気になりません。女神デバイスの下半身と比べると、こんな感じです。ルミティアの足が、かなり肉感的ということがわかるでしょうか。ちなみに、購入したルミティアも股がゆるゆるだったので、ことぶき屋さんにパーツ請求しておきました。左は大丈夫でしたが、右はガバガバです。ひとまずは、ボールジョイントの受け皿の部分を瞬間接着剤で太らせて、抜けにくいように応急処置をしておきました。一部パーツを組み替えると、ミライズモードに切り替えることができます。結構いろいろなところをつけたり外したりするので、モード変更には結構時間がかかります。ミライズモードもかなりかっこいいですね。また足の話してると思われそうですが、ミライズモードの足もかなり気合が入っていますよ。
片足だけでこのくらいのパーツを使うので、ガンプラのリアルグレードかと心の中でツッコミしてました。武器はシンプルに剣だけですね。差し替えなしで鞘から引き抜くことができます。塗装例はこんな感じなので、いつも通り塗り分け地獄ですね。新シリーズの最初のキットなので、当然といえば当然ですが、余剰パーツはほとんど出ません。ランナーをどんどん消費していくので、作っていて気持ちいいですよ。ということで、ルミティアをパチ組レビューしてみました。繰り返しになってしまいますが、間違いなく現在の美少女プラモデルでトップクラスの造形だと思います。ノーマルモードの足が特に素晴らしい造形でした。それに完全新規造形のキットなので、パーツ構成も新鮮で、驚きながら楽しく組み立てることができました。そういえば、去年の夏頃に、ベルルッタのサフ姿が公開されていましたね。発売時期の情報はまだ出ていないようですが、ルミティアと同じように冬頃に発売されるのでしょうか。獣娘はイラストしか公開されていませんが、和テイストなキャラクターなので、どう立体化されるのか、こちらも楽しみです。まあでも、やっぱり一番気になるのが、この馬娘ですよね。予想ですが、このイラストはウィライズモードで、人間の足の状態がノーマルモードなんじゃないかなと思っています。クリムス観察日記のせいで歪められたので、ノーマルモードもウィライズモードも、馬の体でいいんですけどね。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気になることや、リクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。またよろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。